今日の書き物チャンネルは普段着 で結ぶ、半幅帯のちょっと粋でかっこいい簡単での帯結びをやってみたいと思いますので、お正月もね楽しめますのでね、結んでみたいと思います。最後までご覧ください。じゃあ帯幅の1、2、3倍、必ず帯の下線を縫っていただいて、ここを締めます。そうすると前が着てる人が楽ですから、必ず上線を持つとこういう風にするともうここ苦しくなっちゃいますから、でここがブカブカになるので下線を持っておく。でもう一度締めますよ、必ず。で、タレが上で、ここ締めますね。これ残しておいてくださいね。なんでさっき全部引き抜かないで、ここを少し、このだいたい帯の下線、こんな感じね。で、ここを広げて、こういう感じですね。で、これが緩んだ場合、これね、これが緩んだ場合は、これね、これ、ここの、これここですね。これとここ、ここでギュッと一回締めます。違うとこ持っちゃうとね、一回締めてください。で、これ斜めになっても構いません。ね、広げて、だいたい人差し指と親指ぐらいのこの、このぐらいのこういう感じで長さ、ここのね、帯の長さにもよるんですけど、大体、まあ、軽く取ってこのぐらいね、このぐらいのところね。で、帯揚げこの下に入れます。で、出先しっかり、ここね、ここに毛先、ここどこに金庫、ここなんですね。で、帯締めここですね。ここ見えますか？ここね、ここに帯締めをこう当てて、これをこういうふうにこの上に持ってきていただいて、帯のこの下線ですね。で、ここでちょっとこっち行きますよ。こっちでこういう感じね、こういう感じになりますね。そしたらね、これがこの下のこの2枚の羽ありますね、これをちょっとずらしてください。あえて裏出てもいいんですよ、構わないですからね、あんまり気にしない、これ半幅ですから。こんな感じで、はい、こんな感じに出来上がりましたけど、まあ、この帯結びは長さが短かったらまあ調節できますし、長かったら長かったで調節できます。ただ出来上がってそのまま作ってしまって、この段々がまっすぐだと色気がありませんので、ちょっとずらして、ここね、何枚かちょっとずらして、ちょっとここは浮いた感じになってますけども、じゃあ、まあ横から見ていただくとね、こういう感じ、ここね、まあ、もちろんこう電車とか車とか椅子に座ってこうなっても全然大丈夫です。
でお土産を帯締めしますので、ちょっとお出かけの時も便利ですので、お正月なんかも出番があるかと思いますので、初詣なんかね、ここにあの羽織着たりコート着たりしても全然気になりませんのでね、結んでいただけたら嬉しいです。じゃあまた次の動画で楽しい動画アップしますので、またお会いしましょう。